ございます。おはようございます。今日は新しいゲストに来ていただきました。片岡大輔さんのプロキャディを務める伊野尾恵子さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、伊野尾さんは片岡さんのプロキャディを務めてどれくらいになるんですか？今年で4年目です。4年目。はい。お、結構じゃあもう長いです。長いですよ、ね、長いですね。片岡大輔さんのキャディといえばもう伊野尾侍な感じってことですよね。に定着してくれたらいいなと思いつつちなみにゴルフはやられてたんですか？やります。もう大好きです。大好き。はい。ゴルフ歴はちなみにどれぐらいになるんですか？ゴルフ歴は長いですね、まあ、長い結構長めな。結構長めですね、はい、ちなみに私全然もうプロキャディーさんのことについて知らないので、はい、ちょっと本当初心者みたいな質問するんですが、プロキャディーになろうと思ったきっかけは何なんですか？プロキャディーになろうと思ったきっかけはもともとプロになりたくてゴルフをしていて、まあ、プロテストを受けても受からなかったのでまあゴルフを一旦諦めて、でその時に偶然なんですけどたまたま知り合いのお友達のプロがゴルファーの人に、うん、ちょっとキャディーを探してるというか担いでほしい人がいるからちょっと何試合かやってくれないって言われて、あ、分かりました、じゃあちょっと少し行きますって言って。少し行きますくらいの。はい。だからもう最初3試合ぐらいだったの。あの男子の試合でね、はい、開幕戦から3試合ぐらいかな担いだら、その選手があれお前距離も測れるしグリーンも別に読めるし風もわかるしあれゴルフできるじゃんぐらいの感じで、でそっからもうじゃあ今年ずっと俺のキャディーしてよっていう。その年は全部もう1年ゾン。え、そのまではなんか仕事とかそういうゴルフ場で働いてた。じゃあもうそれやめて、もうバタ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 ってやめて。すごい。その3試合の中でちょっと1個いい成績があったりとかしたのね。なるほど。でそれでなんか私もやっぱりプロになりたかったので、そのロープの中というかね、トーナメントのその試合の雰囲気を一緒に味わえるっていうことが、そのドキドキ感が楽しくて、あ、こっちの仕事もあるんだって思って。なるほどね。そんなプロキャディになりたいっていうわけではなかったけど、きっかけはそっから入ってった。緊張感が癖になっちゃった。そう、癖になっちゃった癖になっちゃった、はい、っていうことでプロキャディになられたそうです。はい、っていう感じはプロフィール紹介になります。はい、早速。はい。今日は、ゴルフ場のマナーとか、はい、いろいろこう、なんていうんですかね、プレーファーストで大事なこととかですね、うんうん、あと、意外とできてないこうピッチマークの直し方とか、直し方とか、うん、そういうことをメインにやっていきたいと思いますので、はい、皆さん、しっかりこれを見ていただけると嬉しいです。お願いします。お願いします。じゃあ、早速、まあ、朝一、うん、あのまあ、こういうマナー大事ですよ、うん、みたいなのをやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ここショートなんですけど、ここ朝一のホールだと思ってやるんですけど、はいはい、まあ、朝一だいたいドライバーを持って順番とか決めるじゃないですか、うんうん、まず最初にスコアカードに名前とか書いた方がいいと思うんですけど、はい、これはもうマナーですよね。マナー、うん、マナーの一つかな。こうみんなのスコアをこう自分たちがいつも書いてるんだったら、まあ、名前を書いてってあげるのも、はい、名前覚えるのもいいですよね。そう、名前覚えるのもこう知らない人とも会ったりとか、うんうんうん、ね、お友達がお友達連れてきて、ね、あのじゃあ、 あの心ちゃんですよろしくお願いしますって、ね、みんなとなった時にね、うん、こう三枝さんだよなって思うんだったらもうここに書いた方が覚えやすいよね。覚えやすいです、うん、でまあ、お昼とかもねスコアの話とかで結構そう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 盛り上がったりするので、ね、うん、結構あの一緒に回る人の名前をしっかり書いてスコアを書くのがまず最初に朝 ね、自分のスコアと他の人のスコアも書いてあげるような余裕ができてくるといいかなみたいな。はい、まあ、名前を書きましたと、はい、でまあ順番決めましたと、はい、今日一緒に回る人にまずよろしくお願いしますと言います。はい、そしたらもうちょっとボールなしでいきますね。はい、お願いします。お願いします。これ飛ぶかなっていい。お、いいよいいよ。お、お、あ、いいんじゃないですか。いいんじゃないいいんじゃない。で、今内緒とか内緒ね、そうそうそう、ダメでもまあ、うん、まあ、あ、もう大丈夫大丈夫みたいな、ね、うん、あそこなら打てるよみたいな、はい、で、これでまたよくあるあるが起きるんですけど、はい、ティーがよく見失うというか、こうそ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 う、どっか飛んじゃったみたいなね、はい、うん、時に永遠にこうなんか探
してる人探してるいるねいますこれだけ周りを見てないってことは T は周りにありませんなのでこう歩いていきながらこの前のこの坂道の途中にあるとか歩いていっててもうそれでなかったら諦めてください。はい、どうでしょうか。いいと思います、はい、一周こう見て一周見てなかったらちょっと半分諦める、はい、さらに歩いてってなかったらもう諦めて、はい、新しい地にしてください。はい、こんな感じでスムーズに、はい、あのプレーをね行っていただくのが大事かなと思います、はい、いいかと思います、はいはい、じゃあちょっと次の、はい、残り150ぐらいはいちょっとボール見づらいですね。ちょっとね、右のラフの方に、あ、あの傾斜のところにあるね。はい。あー、ちょっと待って、はい、え、これで打つの？これで、なんかでもあれさ、傾斜あんまり、こう、もしかしたらすごいこういう傾斜かもしれないじゃん。確かに、立ってみたらちょっと違うちょっと違うかもしれない。ちょっと UTD だと難しいとかあるかもしれない。アイアンとかもありますね。そう、もうここです。スロープレーになるのは、ここなんですよ。これそう、一本だけしか持っていかなくて行きました、うん、あー違うキャディーさん何番持ってきてって言ってこの往復がすごくスロープレーにつながります。しかもカート道からすごい遠いですもんね。離れてるでしょ。でキャディーさんって心ちゃん一人についてるわけじゃなくて、うん、一緒に回ってるみんなのお手伝いをしてくれてるので、うん、できたらああいうところに行ったらあもしもこれで打てなかったらこれで打つかもしれないっていうクラブを3本ぐらい持ってくれてるとこれはキャディーさんでもセルフでも一緒です。一緒ですね、はい、キャディーさんにこう頼りすぎちゃって、うん、なんか何も持たないで林とか探しちゃう時とかもあるじゃないですか。あるでしょ、うん、もうその時はでも基本的に出すクラブって決まってるんであんま決まってるじゃない、はい、そんな林の中からいきなりスプーンでバーンっては打たないと思うので、うんうんうん、まあ7番やんとかそうそうそう、まあ、ちょっとあれだったら横に出すだけだったらなんかちょっと P とかそうだから結構なんか奇数だったら奇数の番号を持ってってあげたりすると7番9番、うんうん、あとちょっとウェッジかもしれないとか あとは6番8番ピッチングとかあとはもし届くんだったらこのクラブかなっていうクラブをもう一本持ってってあげる。例えばユーティリティとそういう短いクラブ可能性もありますもん。抜けてるそうそうそうあ、いけるみたいな、ね、そう今のもあそこからだとあ別に私ユーティリティで打てるわだったらユーティリティで打ったらいいじゃない届くんだもん。そう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 もうね、はい、チームみんなで協力し合うということが大事です、はい、確かに一人のプレーじゃないですから。そうでプロはね、うん、専属のキャディーさんがいるけどそう私たちはそうじゃないんです。じゃあ皆さんこれは一本ではなく、はい、正解の方をねちょっと持ってきます。正解はこれを最初から自分で持ってくる、はい、でこれでね、はい、そこに行くあそこに行ってはい打っていただくという、はい、ちょっと打つまでに時間が長いわ。長い素振り一回してまたピンときまして、また来て振り二回してしかもダフって、はい、あの今年あの新ルールありますね、はい、あれ40秒以内あですね、はい、になりました。これもじゃあワンペナとかですか。あんまりスロープレーだとペナルティの対象にはなりますね、はい、試合とかね、そういう競技とかになる。そうですね。でも普段のラウンドでも、うん、これかなりスロープレーになっちゃう。スロープレー。やっぱ素振りって、うん、常識はなんか何回とかってあるんですか。常識は何回はないと思うけど、はいはい、他の人がプレーしてる間にちょっとこうもう素振りをこうしてイメージ作ってこう A さんが打ったらもう私素振り1回でこう。アドレスに入るぐらいのこう感じを持ってた方がいいのかなっていう気がします。
やっても2回かな、うん、やって2回ですか ねどうですか。いやそうだと思います、はい、ゴルフって結構やっぱりリズムが大切って思うので、はい、なんか大事にいけばいいってもんではないなっていうのは、そう、私もすごく思います、うん、それがあの結果につながらないことも結構あるなって思うので、結構あるもんね、うん、なんでいつもそんな素振りしないのになんかこう気合い入ってきたら急に素振りが増えたりとかあれみたいな。そうなんか慎重になればなるほどこう空回りしちゃったりとかあるじゃない、うん、あります、うん、なんでこう皆さん素振りはまあ多くても2回、2回ぐらいまで、はい、でなるべくあのもう何ていうんですか他の人が打ってる間とかにちょっとあのやっとくみたいな、うん、素振りをしておいてで自分が打つ時はもう1回してパーンってすぐリズムよく打つのが、はい、うんはい、いいかなと思います。皆さん、はい、あと今回視聴者から、うん、プロキャディーさんに聞きたいことありますかっていう募集をして、うんはい、もう何もすごい量来ちゃって、はい、皆さんやっぱ結構未知な世界といいますかあの知らない業界なのでたくさん来ました、はい、で今回まず一つ目の質問なんですけど、はい、どうやったらプロキャディーになれるんですかって。特にそのプロキャディの協会があるとか、うん、組合があるとか、うん、学校があるとかではないのでこれに受かったらプロキャディですよっていう資格はないんですね、うん、資格はない。実は私とかは本当にその自分がゴルフをしていていろんな引き出しを持ちながら選手と一緒にこう声をかけていただいてやっていく中でまた引き出しを増やしていってそういうキャディという仕事をメインに本当にやっていくっていう、うん形が取れたんだけれども例えば普通に一般の人がプロキャディーになりたいサラリーマンの人がいきなりプロキャディーになりたいって言った時に知り合いのつてを使うのかあとはその学連って言って学生さんたちがあのいる、うん、あの要はあるんですけど言ったら男子だと1試合144人試合に出ますって言った時に私たちみたいなプロキャディーがまあ100人しかいませんハウスキャディーさん20人しかいません、うん、残り20人じゃどうしましょうかってなった時に要はその学連っていうところから連盟なところからその学生さんがキャディーで来てくれたりとか配属してもらって、はいはい、でそしたらまあプロにつけたりするわけじゃないですか。もちろんですもちろんです。その彼らはそこがなんか結構道が開ける開けるかもしれないですね。本当はそういう質問がやっぱりあるとこれからなんかそういうスキルを持って育てるそういう組合じゃないけどがあってたらいいのかなっては思うんだよね。ないわけですもんね。それ結局その連盟に言ってそういう風に配属してもらって、それも確実ではないし、そうだからお父さんとかさ、お母さんがキャディやってたりする人もいるじゃない。うんうん、なるほど。だからもうこれが絶対っていうのはないんですけど、じゃあもうこれからね、これからそういうところ作ってもらえたら嬉しいですね。はい、ちょっとキャディになるための道を切り開く場所みたいな、ね、あったらいいですね。はい募集してます。ない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 みたいな。はい。どれが正しい目つきなんですか。これあえてどれかなっていうと、はい、一番良さげで近いのはこれかな。これがいいんですか。これがいいですね。これの方がいいですね。この4つの中で比べるとね。